蔵王町の宮城蔵王烏帽子リゾートでは、およそ 2.3 ヘクタールのゲレンデに植えられた30種類50万株の水仙が見ごろを迎え、鮮やかな黄色の絨毯が広がっています。今年は雪が少なかったため、例年より10日ほど早く咲き始めたということです。訪れた人は水仙と芽吹き始めたカラマツをバックに写真を撮ったり、日常を忘れゆっくり散策したりして、見事な景観を楽しんでいました。例年よりは大体10日ぐらいですかね、早く咲いてきたような感じになりますけども、やはりこう、花が咲いてくるとウキウキするような形になりますね。山桜とかですね、あと新緑とかもございますので、そういうところも合わせてご覧いただければと思ってます。宮城蔵王烏帽子リゾートの水仙の見ごろはゴールデンウィークまで続きそうだということです。